どうも、人生に生きるためのレシピなんてない料理研究家リュウジです。今日はですね、シェントゥージャン、台湾の朝ごはん、これをですね、作っていきたいと思います。レンジで超簡単にできる、レシピなの でしかもですね、低糖質っていうですね、はい、非常にヘルシーな、レシピに仕上がってますので、ぜひぜひ覚えて、行っていただきたいと思います。まず、しめじ石突きをカットして、はい、ここに入れちゃってもください。ほぐして、はい、ほぐしてね。細かめの方が好きな方はもう一回切ってもいいです。僕は このままいきます。はい、僕の大好きなですね、はい、ヤマキの白だしですね、これ大さじ1ですね、入れます。ちょっとね、和風だしの感じなんですよ、今回ね。で、豆乳ですね、160cc です。で、あとですね、小エビ、はい、お好み焼きに入れるようなやつです。はい、これが 3g ですね。ラップせず600ワット2分20秒です。はい、このまま電子レンジでポンと2分20秒チンして出来上がったものがこちらになります。あったかいうちにですね、お酢小さじ2を入れます。はい、入れたらね、混ぜてください。で、そうするとですね、なんと、わかります、わかります、これわかります、このトロトロわかりますか。こうお酢を入れることによってですね、この豆乳が凝固してくるんですね。はい、これがシェントゥージャンなんですね。そうなりましたら、小ネギですね。はい、僕はセブンイレブンさんの冷凍小ネギです。小ネギを振ってください。一応小エビ入ってるんですけど、少しね、彩りで入れてあげたいので、少しねかけてあげます。はい、ラー油ですね、ラー油をこう、僕はね、結構たっぷりめにかけちゃいます。はい、これでレンジで作るシェントゥージャン完成です。早い。はい、それではですね、出来上がりましたので、早速食べていきたいと思います。いただきます。うまっ、うまい。これね、しめじのね、プリプリ感がすごくいいですね。食べた感じがとってもします。あとですね、やっぱり、酸味が効いたですね、この豆乳がですね、固まった豆乳がすっごい食べ応えがすごくありますね。なので、本当に豆乳なんですけども、なんかね、ちょっとおぼろ豆腐を食べてるような感じが、します。あとは、具材はですね、結構変えていただいても大丈夫。今回、しめじ、僕キノコ好きなので、しめじにしたんですけど、例えばタケノコだったりとか、あとね、ザーサイとか、そういったね、ちょっと中華系のお漬物みたいなものも、すごく、メンマとかね、そういったものも、すごく合います。具材ね、結構、お肉とかでもいいですね。お肉とかやる場合は、加熱時間ね、ちょっと調整してくださいね。火を入れるのに、少し時間かかると思いますので、そういったものを、入れていただいてもすごく合うかなっていう。キノコ類だったらね、あと何でも合いますので、本当に冷蔵庫の余り物とかでですね、作れちゃう、すごいね、簡単お手軽なスープになってます。なおですね、これすごく朝食向きなんですけども、皆さんはですね、良い子の皆さんは、朝食にあんまりビールは飲まない方がいいと思います。はい、僕は飲んでますけどね。これね、うん、ラー油の風味はすごくいいです。ラー油がもし辛いなとかっていう方であればですね、ごま油でも塗っていただいても全然、大丈夫です。あとね、低糖質なんですね、これ、もともと豆乳なので、なのですごくね、ヘルシーな作りになってます。ヘルシーなのにお腹が溜まるっていうですね、レシピになってますので、ぜひですね、皆さん、この機会に試していただければなと思います。はい、それではですね、今回のお料理、おいしそうだなとか、やってみたいなってですね、1ミリでも思っていただいた方はですね、ぜひぜひチャンネル登録、また高評価、何卒よろしくお願いいたします。